子ども若者が自らの意思で人生社会を築くことができる世界を作るために、子ども若者の権利を奪う社会課題を解決する。インドやガーナで実際に28村で2360人の子どもを児童労働から解放して 1万3500人の教育を支援してきました。ベースがカカオ産業に焦点を当ててガーナで活動してますけれども、子どもたち自身の保護とそれから学校に行けるような支援というのを行っています。義務教育年齢の15歳よりも年齢が低い子どもたちの労働可能性とか尊厳を奪う、子どもの精神的あるいは肉体的な発達に有害であるような労働、犯罪行為に子どもを使うことっていうのも入っておりまして、子どもの買春とか人身取引の報告もありますし、 JK ビジネス、経済的に搾取するような構造のビジネスもそうです。オレオレ詐欺の出し子とか受け子に若者が問われているっていうことがあります。児童労働という言葉ではあっても、その児童に関わる大人の問題だということを非常に強く感じました。